はい、伊豆市場に来ました。いつも登る途上門のところですね、工事してるんで入れませんので、通行止めですので、今日はこちらから行きますね。ちょっといい感じの音曲が聞こえますが、直接は関係ないんですが、お城の敷地内にいくつかですね、社がありますので、雰囲気が、これをお正月という方はちょっと違うんじゃないかという感じですが、ちょっと朝寒いんで、今日はね、有子山登りたいんですけど、前回登らなかったんで次回にしますって言って、またかよみたいな、すいません、で時間と体力がないというね、はい、城下町についてはこんな感じです。稲荷神社って書いてありますけど、規模がでかいですよね。とんでもなくでかい稲荷、お稲荷様、今工事しちゃってますね。いい橋なんですよ。あれはできる、完成する、工事してる時から来てますけど、完成した時はびっくりですね。逆に綺麗すぎてちょっと変でしたけど、ここにもね、でかいですね伊豆市城址、まあここを読んでいただくといいかなと。いわゆる山名の城っていうのは山名城、山名城とも言ってます、書いてありましたけど、戦国時代の山城なんですよね。ですから江戸時代のお城についてはですね、こちらの方から見るとほとんど参道ですね。こちらにもね、大きい櫓が2基あるんですけど、2層でそこを渡って、まあ、二の丸本丸っていう感じですかね。この辺もね、石垣もね、この建物のために直してますけど、それでも結構古いものですからね、とてもいい感じです。こちらが左の櫓ですね。まあ、遠目に見るとちょっと明石城っぽいかなと。まあ、そう、全然違うか、規模がね違いますんで、ちょっと雨の後でぬかるんでますね。伊豆市の街並みです。河原がいいですよね。まあ、ここはちょっと近畿圏といえば近畿圏なんですが、まあ、田島というのはもう山陰のね、小京都みたいなイメージですね。屋根瓦がいいですね。近代的な建物が増えましたけど、それでも残ってる方だと思いますよ。やっぱり豊岡の方がね、あちらも豊岡藩という藩はありましたけど、やっぱり建物がだいぶね直されちゃってるんで、まあ、この辺もね、良きもの、ね、古き良きものか、残していただくといいと。文化財的なものも結構多いですしね。一応伊豆市藩の菩提寺は2箇所ほど、3箇所ほどですね。はい、ちゃんとお城を取らないとね。はい、お城で。桜の季節にはもちろん最高ですよね。ここは夜景も何度も撮りに行きましたね。ちょっと下ビラが壊れちゃって、まあ、ハンドなんで、かなりブレブレですいません。また寄っちゃいますねってコメント来そうなんでね。はい、とりあえずここまでです。伊豆市場。